大分県道56号中盤電下放線、大分県道56号中盤電下放線は、大分県大分市を通る県道である。大分市中心部と大分臨海工業地帯、大分市以南の国道10号、国道57号及び、国道326号沿線を結ぶ重要な道路である。また、東九州自動車道大分部両インターチェンジへの、 アクセス道でもある。この区間を利用せず従来の国道1号を利用する場合、一部で2車線区間もあり、多くの渋滞区間、箇所を通過することになる。本道路の利用は、この渋滞の回避に有効である。起点の大分市大和中盤電から、道市大技、片島までは、国道15大分南バイパスとの、徴用区間であり、 本路線全体としても国道10号のバイパスの役割を果たしている。大分大技片島から道塩和技羽田まではかつて大分県道路公社が管理していたメラ有料道路であった。その後終点で東西方向に伸びる大分県道21号大分薄木線と接続する。また終点からは本路線に続いて 大分県道685号萩原下原線が北に伸びており JR 九州の車両基地である大分鉄道事業部大分車両センターと日豊本線を古戦橋でまたぎ国道197号に接続する南下群東下交差点から終点の可能西交差点に至る区間は2013年に地域の主要渋滞箇所に選定されている 都市計画道路下通り中盤電線の一部を構成する。大分県大分市大和片島から道市大和羽田に至る延長2 0キロメートルは2010年11月30日まで一般有料道路のメラ有料道路であったが同年12月1日に無料化された。同区間はメラバイパスとも呼ばれている。 メラ有料道路の無料改前の通行料金は以下の通りであった。メラ有料道路に関するカテゴリー。ありがとうございます。